こんにちは。見やすくクラシックなドイツ時計推しの南雲時計店店長の南雲達也です。今日ご紹介するのはこちら、機械式時計というか時計を使っていて気をつけていただきたいこと3つと言いまして、今日はその3つ目になります。1つ目は衝撃ショック、2つ目はカレンダーをいじってはいけない時間帯にいじること、それから3番目がこの水湿気となります。なんてったって時計の中身は金属でできてますので、水や湿気が入ると錆びて終わっちゃいます。万が一湿気が入ったりした時はもうすぐに、できればもう1日2日以内に時計の修理屋さんに出していただきたいところです。1週間過ぎるとね、錆が出ちゃったりするんですよ。だからもうその前に分解して湿気を取りたいんです。まあオーバーホールしないとちょっといけないんですけども、そうやりたいんですね。ですので、まあ完全防水の時計であればリューズが閉まっていないとか、あと水を使った後隙間に水がやっぱり入ってるんですよ、毛細管現象みたいな感じで。でそれで操作とかすると中に入っちゃったりするので、完全防水の時計でもまあ油断はしないでいただきたい。そういうふうに水使ったら少なくてもきれいに拭いても2日3日自然乾燥させてからいじってほしい。それから普通の日常生活防水の時計であればちょっとかかるぐらいは平気なんですけども、毎日のように水がかかっていると絶対ティッティーほど入ります。あと雨の日に傘とかもささずに走ったり自転車乗ったりするとかなり危険があり危ないですね。あと例えば100メートル防水とか10気圧防水とか日常生活防水で雨具を着てポケットに入れてハイキングとかすると雨具の中ものすごい蒸れるんで、やっぱりそれで湿気が入ることもございますし、あと手袋していても手袋の中がすごい湿気で日常防水とかだと入ってしまう、湿気が入ってしまうことがありますので、水湿気はかなり気をつけていただきたいなと思います。また、そういったようなことがあったらぜひすぐにご相談してほしいです。サビはね本当に早く出ますんで、サビたら終わりですから気をつけていただきたいなと思います。また何か聞いてみたいことありましたら僕にぜひメールか何かでこういうの教えてって教えていただけると助かります。ネタに困りませんのでね。であと YouTube の方からうちの方にメールでお知らせは来なかったんですけども、ここ最近また、4人さんほどチャンネル登録していただきまして大変ありがとうございます。ぜひ南雲時計店の YouTube、 あなかなかいいじゃんと思いましたらチャンネル登録お願いしたいのと、あとこの画面の下の概要欄っていうところに南雲時計店のサポーターさんになっていただくフォームの URL ありますので、ぜひ南雲時計店のサポーターさんになっていただいて、いろんなこういった情報とか、お役立ち情報とか、あとお得な販売情報とかもメールマガジンで配信しますので、ぜひサポーターさんになってください。よろしくお願いします。